送じゃないそうです。いよいよ9月4日から春夏秋冬4シーズンの乃木坂46が始まる、オープンするわけなんですけども、あれなんかこの春夏秋冬4シーズンの乃木坂46あんまり盛り上がってない。いやそんなことないですよね。そんなことはない。まあでもチケットは余裕で取れるらしい。9月4日からオープンするわけですけども、それに伴いというか、この4シーズンのグッズも販売されます。そのグッズが結構たくさん種類あって、まあ、迷う人とかどれ買うか迷う人とかも多いんじゃないかなと思うので、まあ、今回は僕のではありますけど4シーズンのグッズのおすすめ、これ買っていいんじゃねって思うグッズを何個か紹介したいと思います。まず一つ目はですね、公式図録、こちら値段3000円という感じなんですけども、まあ、これは、まあ、図録ということで、各美術作品、今回のですね美術作品だったり映像作品の解説やメイキング風景、キービジュアルのアザーショットで、舞台となる表敬館の歴史資料など本店の全貌を俯瞰するプレミアムな内容一冊となってますということで、まあ、表紙がねめちゃくちゃかっこいいんですよね、アスカちゃんで。で、まあ、裏はパッと見デスノート、死神買ったら死神出てくるかもしれないんですけども、まあ、めちゃくちゃかっこよくて、3000円ということで決して安くはないんですけど、まあ、今回数あるグッズの中で一番こう特別感のあるグッズというか、春夏秋冬4シーズン済みが一番ある、まあ、やっぱ全貌を見れる一冊ですから、そういうグッズなのかなと思って、一発会場行ってドンと買うのもあれなんじゃないかなと。はい、次2つ目はですね、ポストカード、こちら値段各220円、1枚220円っていう感じになってるんですけども、このポストカード全部で2種類あって、でキービジュアルデザインとメンバーフラワー投影フォトデザインの2種類があるんですけど、キービジュアルデザインの方は全9種類、9人それぞれね全くこう違う感じになっていて、まあ、作者だったらブランコに乗ってたりとか、まあその撮影場所までね違うっていう感じで、まあおしゃれなね感じのポストカードになってるんじゃないかなと。そしてメンバー投影フォトデザインの方はこう花とねメンバーの美しさがえぐいっすね。あとやっぱり値段が1枚220円ということで、まあ記念にこれ1枚買って、推しのね1枚買って帰ってくるっていうのもいいんじゃないかなと。あとこのポストカードとほぼ同じようなデザインでクリアファイル、もあるんですけど、まあそっちもね、おすすめ、値段が660円だったと思うんですけど、まあそっちも まあ、おすすめっちゃおすすめ。はい、次3つ目はアクリルキーホルダー、こちら値段が1000円という感じになってるんですけども、今回のアクリルキーホルダーはメンバーあとメンバーのその花アイコンもついてるアクリルキーホルダーということで、まあ、なかなかねアクリルキーホルダーって、まあ、公式のオフィシャルウェブショップとかでもその衣装とかでねアクリルキーホルダーあると思うんですけど、なかなか花とメンバー一緒にこうあるアクリルキーホルダーって、少ないと思うし、あとは衣装ですね、これはまあ他のグッズでもそうなんですけど、この4シーズンズ用に、着てるこう衣装なので、まあ、ただアクリルキーホルダーはその衣装がよりこう際立って見えるんじゃないかなっていうのがあって、アクリルキーホルダーおすすめかなと。まあ、1000円、まあキーホルダー2000円かって考えると高いけど、まあまあ乃木坂ですから。次4つ目はですね、パーカーと T シャツ、それ2つやないかいっていう感じなんですけど、まあ一くくりにさせてもらいまして、パーカーの方が6500円、 T シャツの方が3300円となってます。まあこれは無難といったところで、まあ4シーズンズ乃木坂46のロゴが真ん中にドンと両方ね、パーカーもで、T シャツも、書いてある、まあほんとシンプルな感じのデザインになっていて、まあ、白と黒の2種類、2色あるっていうことなんで、まあ、これもいいんじゃないかなと。はい、次がラストなんですけど、ラストはスマホケース、こちら値段が3300円となってまして、これは本当にシンプルにデザインがめちゃくちゃいいっていうところで、まあ、2種類ある、2種類のデザインがあるんですけども、まあ、本当どっちもね、いいとは思うんですけど、まあ、個人的な好みで言うと、44シーズンズ46っていうそのロゴがねバンと書かれている方が個人的には好みですけど、まあ、どっちも本当いいデザインで、まあ、スマホケースでね普通にパンでつけたらかっこいい、かっこよくなるんじゃないかなって。しかも乃木坂ってあんまりこう分からない、感じで、ただ自分は乃木坂で認識して、これかっこいいっしょ、スマホケース、このこれなんだと思う、
乃木坂やで。まあ、ただこれに関しては自分のスマホに合うかどうか問題っていうのはあるんですけど、合う人はめちゃめちゃいいと思います。はい、ということでですね、この4シーズンズグッズの個人的におすすめなグッズ紹介し、全部で5個ですね紹介したんですけども、まあ、結局はね、自分が、買いたいグッズ、自分の好きなグッズ買うのが一番いいと思うんで、まあ、ちょっとね参考程度にというか、してもらえたら嬉しいなと思います。あ、まあ、あとね、他のグッズとか細かく見たい人は、4シーズンズ乃木坂オデチクの公式ツイッターにね全部載ってると思うんで、そっちで確認してみてください。はい、ということで今回これで終わりたいと思います。チャンネル登録と高評価、ツイッターとインスタグラムもやってるんで、そっちのフォローもよろしくお願いします。バイバイ。